どうも、トミーです。今日も早速、トミーデシベル行ってみようかというふうに思っております。えー、だいぶですね、えー、季節も進んできまして、まだまだ暑い日もありますけれども、だいぶですね、えー、ま秋めいてきたかなというふうに思う日々もあるわけでございます。えー、そんな中ですね、えー、街中、ちょっと買い物なんか出ますとですね、えー、まあ、街にはね、1軒2軒、えー、ある、歩いていくと、 おおケーキ屋なんてね、えー、ございますけれども、おお食欲の秋、なんていうふうにもね、えー、言いますけれども、おやっぱりね、え、ケーキ屋、どうしてもこうね、なんかこう、ウィンドショッピングまずしちゃいますよね。こう、何があるかな、なんてね。あれもあるし、これもあるし、こういうフルーツのもあるし、クリームのもあるし、なんかチョコレートっぽいのもあるし、みたいなね。えー、そんな中でございまして、えー、私が、えー、好きなものっていうのをね、 今日はこちらに、えー、レベルアナライザーの方に当てていきたいというふうに思っております。さてさて、それでは行ってみたいと思います。いろいろなケーキがありますが、その中でも私が好きなものは、<laughs> もん モンブランケーキでございます <laughs> というわけでございまして、えー、和栗のもの、それからね、西洋栗のもの、いろんなものございますけれども、渋栗とかね、えー、そういったものをですね、ペースト状にしたものをですね、こう、 とこうね、やっていくという、えー、積み上げていくというか、重ねていくというか、えー、そんなね、えー、モンブラン大好きでございます。さて、皆さんは一体何がお好きなんでしょうかねということで、今日出ましたのは、ワオはい、出ました !160、100、失礼、126.6、126.6と、ね、この赤いところでございます。 出ておりますというわけでございましてですね、本当にね、えー、先ほども聞きましたけど、皆さん、皆さんは一体どんなケーキが好きですかなんてね。 え、いうこともございましてですね。えー、様々な、こう、リクエストもお待ちしておりますので、富さん。えー、あのね、ショートケーキって叫んでください。みたいなね、具合にですね。何でも結構でございますので、えー、リクエストね、お待ちもしております。というわけで、一週間も様々あったことだとは思いますけれども、今週一週間も、笑顔で参りましょう富でしたではではシャインマスカット。 おいしょ。